皆さんこんにちは、ルート24のみかんです。今日はこれから佐藤すみれちゃんのフォトイベントに参加していきたいと思います。というのは10月9日から15日までの期間限定で佐藤すみれちゃんのポップアップイベント、バイオレットシュガークリームというのが、名古屋栄三越さんで行われています。みかんも先日行ってきました。本当にたくさんあって、もう悩んで店員さんと相談しながら選んだり試着もねさせてもらいました。そして選んだのがみかん一つ、買ったのがこの白いポーチです。これね、こうやって振ると分かるかな、ビーズが入ってるんですよ。ほら、中でちゃんとビーズが入ってるから。でもこのビーズの部分は袋の部分と分かれてるからね出てこないんですけど、すごいおしゃれで、これ刺繍とかもね、白い刺繍でお花柄とかあったりしてめちゃくちゃおしゃれです。今はみかんはね、この中には充電器とかの モバイル系のバッテリーとかを入れて毎日持ち歩いてます。みかんが2つ目に買った商品はこの今つけているイヤリングです。はい、このイヤリングはスミレのお花をコーティングしてあるので、一点一点ね、それぞれ形、お花の形だったりが違うみたいです。そしてこれ左右ね色も違うので、それもおしゃれなポイントです。あともう一つはこのね下にね紫色のストーンがあるんですけど、それもね揺れるとね、こうやって歩いてると首振ったりすると揺れるんですけど、それも本当に可愛くてみかんのお気に入りなポイントです。これからも愛用してたくさんつけていきたいと思います。すーちゃんはまきちゃんと同じチームイーで活動していたということで、まきちゃんにもねプレゼントしたいなと思って、これとお揃いのピアスを買って、その買った後にすぐね劇場が近いので劇場に行ってプレゼントボックスに入れてきました。まきちゃんに早く届くといいなって思います。そしてね、まきちゃんがつけてくれることを願って、なんか写真とか載せてくれたらめっちゃ嬉しいけどなと思って願ってます。ということで、今から佐藤すみれちゃんのフォトイベントに行ってきたいと思います。緊張するけど楽しんできます。すーちゃんのフォトイベント終わりました。はい、本当にもうねめちゃくちゃもう心臓バクバクでずっと並んでる時ももうやばかったんですけど、本当にすーちゃんはめっちゃ神対応でもう礼儀正しくて、初めてねすーちゃんとこうやって実際にお話ししたんですけど、チーム E ですーちゃん活動してた時もよくね劇場ではね見てたんですけど、今回こうやって初めてお話できて、もう美しかったし、めっちゃ可愛かったし、対応良すぎてもう好きになりました。写真をね撮るときにねみかんの携帯で撮ったんですけど、その時にみかんの携帯がまきちゃんのシール貼ってあって、それにねすーちゃん気づいてくれて、あれまきこって言ってね気づいてくれて、そうまきちゃん推しなんだよねって言ってお話ししたり、あとこのイヤリングもまきちゃん のプレゼント、ピアスのプレゼントしたよってねお話ししたり、本当にたくさん、予想よりも本当にたくさん話せて、本当に緊張したけどめちゃめちゃ楽しかったです。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。 AMEのチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ルート25のみかんでした。バイバイ。